はい、ルルカです。今回はね、マイネオさんが明日から毎速ライト、まあ、このね、新料金プランを提供するよって発表がありましたので、そちらに関してお話していこうかなと思います。皆さん、このね、毎速ライト覚えていますかこのタイミングでね、なぜ覚えてるって聞くルルカと思う方もいると思うんですけど、覚えてる方いるんじゃないかなと思います。ルルカは全く覚えていなかったんですけど、こちらのね、毎速ライトに関しては、すでに3ヶ月ほど前に発表された料金プランになっています。覚えていましたかルルカはマジで全く覚えていませんでした。3ヶ月も経つとね、忘れちゃうよね。ということで、まあ覚えていた方もいるかも かもしれないんですけど覚えていた方はすごいなと思うんですけどこのマイソクライトっていうのが明日8月24日から解禁されることになりましたマイソライトということでまあ、ライトですねまあ、最大300キロということでまあ、かなり低速にはなるんですけれど音声通話もついてるプランで月660円で持つことができるかなりねお安い料金プランっていうのになっています、まあ、すでにねこの通信速度で選ぶデータ無制限プランマイソっていうのに関しては2つの料金プランっていうものが存在していますまあ、知ってる方も多いと思うんですけどはいこちらになっているんですけどマイソほとんどのスマホ利用ができるちょっと日本語大 大丈夫ですかねなんかスパムメールでありそうですよね。ほとんどのスマホ、利用ができる <laughs>。このね、ほとんどのスマホ利用ができるのが、ま最大1.5メガの料金プラン。そして、さらに快適な3メガの料金プラン。現在、この2つの料金プランがあって、一応両方ともデータ無制限って歌っていて、料金の方が1.5メガの方が990円。そして、プレミアムの方が2200円になっています。こちらに関してもデータ通信だけではなくて、ちゃんとね、音声通話が付いた料金プランになっています。なので、データ1.5メガ。まあね、ちょっとね、低速って扱いにはなると思うんだけど、まあ、使い放題で990円で音声も付いてるということ。 まあ、かなりね、お得な料金プラン。尖った料金プランとして人気があります。まあ、ルルカとしてもね、こういう感じで、トリッキーな感じのね、料金プラン大好きです。まあ、かけやしむって現在、まあ、値段だけを追求しているような会社さんも増えています。それが悪いというわけではないんですけど、そのね、値段だけ下げた先に関しては、もうね、地獄しか待ってないと思うんですよね。まあ、そんな中、やっぱ、その会社ごとのね、特色を出した、面白い料金プランを出すことによって、ユーザーを獲得していく。ルルカ的には、この尖った料金プラン。まトリッキーな料金プランに関して、おす,すめする傾向があるんですけど、この毎年のね、毎速に関してもルルカ的にはね、かなりね、面白い料金 プランじゃなないいかなと思います、まあ、ただし、データ無制限とは書いてあるんですけど、3日10ギガ制限の方があります。そして、10ギガ使ってしまうと、ほとんど使い物にならない状態になる。そして、月曜から金曜の12時台、こちらに関しては 32K だったかな。ほぼほぼ使うことができない速度になってしまう。とういうね、欠点の方はあるんですけど、まあ、そこさえクリアすることができるのであれば、かなりお得な料金プランになっています。まあ、ルールカ的には特にね、このスタンダードプランがおすすめじゃないかなと思います。3日10ギガ制限、こちらでね、緩和されるんだったらいいんですけれど、速度だけ上がって、規制の方がね、変わらないことになっているので、スタンダードを利用するような方に、 関関ししてては動画視聴とかに関してもね通常ガスで見たととかまあそういういい感じでであるる程度ねまあ理解したた上で利用すると思います思まだ、プレミアムっていうね、名前を聞いて、速度出てね、ガンガン使えると思ってしまう方に関しては、動画とかもね、3目が出ると高画質で見ることができます。実際問題、ルルカに関しても、ついさっきね、楽天モバイルで低速を実感しました。楽天モバイルの低速って3メガ制限になるんですよね。他社から比べたら圧倒的な速度が出る低速なわけなんですけど、まあそれでね、いろな動画サイトとか見させてもらったんですけど、3目が出るとね、結構快適に利用することができます。それこそ YouTube ね、余裕で1 0 8 0 でで見ることができます残念ながらね1 0 8 0 p 6 0フレームとかにするとかなり厳しいことになってくるんで、まあ、1080p までにはなってしまうんだけどその辺はね快適に利用することができますで 1080p で見た場合なんだけどまあ結構な速度でより使っちゃうんですよねそうなってくるとせっかくね速度の方が出たとしても3日10ギガ制限でその後使えなくなってしまう可能性がありますそれだったらこのスタンダードでまあ、通常ガスとかでね、まあ、スマホで見る分だって何の問題もないと思いますので安い値段でほぼほぼ使い放題みたいな感じで利用した方がルルカ的にはお得じゃないかなと思うのでなので990、まあのねプランのが ルルカ的にはおすすめなんだけど、ということで、この、ね、スタンダードプランのさらに下のプランですね。として、明日からね、このマイスライトっていうのが始まる形になっています。まあ、300キロになってしまうと、かなり速度の方が遅くなってしまうんで、使えるアプリとかに関してはかなり絞られるとは思うんですけど、まあ、以前からね、この低速関係に関して、いろいろ動画上げてる方も多いと思いますし、ルルカも上げています。で、300キロに関しても、Twitter だったり LINE、Yahoo n e とかもね、使うことできるんですよね。まあ、ただ読み込みが遅かったりとか、まあ、画像はかなり遅れてきたりとかね、まあ、マイナス部分はあったりするんだけど、使うことができます。さらに言ってしまうと、動画サイトってかなり重たいイメージが あると思うんだけど、中でも YouTube だけはねかなり軽いんですよね。その YouTube であればルルカの動画とかだったら一番低画質とかにすれば普通にねライトでも見ることができると思います。まあ、この辺に関しては実際問題ね毎速ライトというのが解禁されるのが明日からになっていますので使う方が出てきてライトでもねこんなことできるよみたいな動画上がってくるとは思うんですけれど、マイネオに関してねこの表示している数字よりもめちゃくちゃ速度を落とすってことはないと思います。なのでまあ、ほぼほぼ300キロで利用することができるってなってくるとまあ、過去にもねそういうプランが出てきてると思うので検索すればねいろ,いろ見ることができると思うんだけど本当にね最低限のことで利用 ができたりとかまあ、youtube もね。画質というよりも音だけを楽しむんだったら使うことができたりとかすることができる速度がついていてまあ、660円ということで、まあね魅力を感じる方はいるのかなと思います。まあ、た、だしなんですけど、現時点でね。マイスクライト入るのをお勧めしません。まあ、それこそ、楽天モバイルの無料期間っていうのが今月で終了してしまいます。なので、来月以降まあ、どっかにね。移行しようかな？って考えている方も非常に多いんじゃないかなと思います。まあ、その中の選択肢として前の結構ね。評判いいんですよね。なので、まあ評判がいいマイネに移行しようかなと思っている方も多いと思うんですけど、1回ね。止まってください。 に行くのをまるというわけではなくてこのね前足ライト、まあ、新料金プランだから試しそうかなって入るのをちょっと待ってくださいってことです、まあ、どういうことかというとはい 現在ね、マ毎年に関しては8周年記念ということで、放題放題割っていうものをやっています。これどういうものかというと、先ほど説明させてもらった、毎速のスタンダードプラン、まあ990円のものなんですけど、これが6ヶ月間660円になるキャンペーンをやっています。そしてさらに、10分かけ放題550円が6ヶ月間無料になる、まあこんなキャンペーンってものをやっています。なので、現在普通にライトに入ったとしても660円、そして毎速のね、スタンダードを利用したとしても660円ということで、楽天から移行しようと思っている方だったりとか、まあ新規で契約しようと思っている方に関しては、ライトに入っても、このスタンダードに入っても、 変わらない金額でね。6ヶ月間利用することができますので、今入るのであればわざわざね。ライトに入らずにこちらのね。通常のスタンダードプランに入って割引を受けた方がお得なので、ルルカ的には今ねライトに入るべきではないんじゃないかなと思います。そしてさらになんですけど、すでにね。マイネオを利用されてる方でまあ、スタンダードとかに入ってる方ですね。まあ、とりあえずスタンダード入ったんだけど、全く使わないなみたいなまあ。その他プラン使ってるんだけど、全く使わないな。とりあえず料金落としたいなと思ってライトを選択しようと思ってる方いると思うんですけれど、そういう方に関しては急いで変更をしてください。マイネオに関しては月末締めではなくて。 25日でプラン変更が締め切られてしまいまいすというところで、まあ、来月からね、ライトを使いたい方に関しては、明日、明後日中に決めないと、料金プラン変更がよ々くよく好きになってしまいます。なので、料金プランを変更したいなと思う方に関しては、急いで選択してほしいんですけど、新規だったりとか、まあ、楽天モバイルとかからね、移行しようと思っている方に関しては、急がずにね、こちらの割引、利用して契約するのがいいんじゃないかなと思います。まあ、とりあえずね、6ヶ月間使ってみて、まあ、スタンドプランいいなと思ったら、そのままね、ちょっと値段上がりますが、990円で利用するのもいいと思いますし、ちょっと試したいなと思ったら、プラン変更して、ライトプランを試してみて、 ライトプランでもいいなと思ったらそのまま使うのもいいと思いましてライトプラン1.5メガで使っていた自分からすると耐えられないなと思ったらまたねこちらのスタンダードに変えれもいいっていう感じでとりあえず新料金プランだから試そうではなくてまあ一応ねこの割引もあるのをね頭の片隅に入れておいていただけたらなと思いますはいいかがでしょうかまあ、ね格安も利用されている方の一定数の中にはこのライトっていうのにね非常に興味を持つ変態さんもいます一応ねこの業界では変態さっていうのは褒め言葉になってるわけなんだけどそういう変態さんもいるので多分ね一定の需要あると思うんですけど相当ね慣れてる方以外に関しては結構ね厳しい量 プランになってるんじゃないかなと思うので、その辺だけは理解した上で youtube とかね。漁れば色々出てくると思うので、この300キロっていうものをね。理解した上で、こちらのプランに関しては検討するといいんじゃないかなと思います。ちなみにね、マイネオに関しては招待制度っていうのがあって、概要欄下のとこに貼っておきますが、ルルカの招待リンクこちらを利用してもらうと事務手数料が無料になります。まあ、このね格安 sim の最大の欠点としては、悔しいのはね。まだ事務手数料かかります。その事務手数料3300円とか取られるわけなんですけど、まあ、3300円まあ、普通だよと思う方もいると思います。まあ、決して高い料金ではないかもしれないんですけど、格安 sim に移行する方って。 安い料金で使いたいと思って移行するわけなんですけど、例えばこの660円のプランで考えたら、4ヶ月分ぐらいは先に払わないと利用することができません。これって結構でかいんですよね。で、使った挙句良くなかった場合に関しては、最近はね、縛りがないので、やめることはできるわけなんですけど、払った料金で無駄になってしまいます。というところで、事務手数料がタダになるのは非常にでかいので、よかったらね、まあ、これから毎速入ろうかなと思っている方、毎年を入ろうと思っている方に関しては、ルルカのね、招待リンク利用していただけたらなと思います。まあ、ルルカに関しては先ほども言った通り、こういう感じでね、面白い料金プラン大好きですので、まあ今後はね、面白そうな料金プランがあったら紹介していきます。 のでよろしければチャンネル登録いただけたらなと思いますまあ、今回のねマイソクライトに関して思うところがあったらね気軽にコメントのもいただけたら嬉しいです今後もいろんな動画上げていきますんでよろしければチャンネル登録いいねコメントお願いいたします今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました